5泊6日の東京旅行で私が受けた災難。こんな東京は嫌だ。こんにちは、街歩き沖縄です。8月の頭から5泊6日で東京に旅行に行ってきました。この旅行が最悪の展開になったので、今日はそのことについてお話ししたいと思います。話は簡単で、東京に入って2日目から風邪をひいてしまったんです。体温が 37.8 度、かなりの倦怠感、食欲不振、喉が痛く、咳が少々頭痛がして、出歩く元気もない。それでほとんどホテルの部屋から一歩も出ずに過ごしていました。私が風邪をひいたのは15年ぶりくらいだと思います。沖縄ではほとんど感染しないんです。というのも、私の沖縄での日常は人との接触が極端に少なくて、移動は車が中心です。人混みには基本行きませんから、他人から風邪がうつりようもないわけです。今回の風邪がどこでうつったのかは分かりませんが、旅行のために沖縄モノレールに乗り、激混みの那覇空港をうろつき、羽田に着くと、さらに人との接触は多くなり、いつ感染してもおかしくない状態が続いたので、私の心構えが甘かったようです。幸い、東京では1日だけ観光ができました。観光したコースはこんな感じです。笑わないでくださいよ。東京湾岸の路線、ゆりかもめに乗車。お台場、フジテレビ見学。写真のみになってるんで、動画だけは撮らずにお願いします。豊洲市場下車、新しいグルメ施設見学。バス移動、新橋、渋谷ハチ公見学。スクランブル交差点経験。ホテルに帰る。まるで中学生が喜びそうなコースでしたが、まずまず良かったです。建物の構造が面白い。現在地は平場1階に見えるが、ここは建物の2階部分。1階の屋上に木造建造物を作り、江戸時代の街を表現しています。今年の2月にオープンしたばかりの商業施設ですが、それぞれ形が違う木造建築風の建物ですから、そこを歩いていてもとても落ち着けます。こうした施設はいいですね。ただ一つ問題点がありました。客単価が高いこと。だいたい1人4000円くらいでしょうか。この豊洲を訪問した
その日の夜から風邪の症状が出てしまい、体調が悪化して、その後ホテルの部屋に缶詰状態になるんですが、その話に戻りたいと思います。その日の夜から風邪が発症して寝込みましたから、5泊6日の東京滞在で観光できたのはこの日1日だけでした。宿泊先は田原町のアパホテル、大浴場付きで5泊で5万9000円でした。田原町はかっぱ橋、道具屋街にも近く、飯田屋のエバーピューラーも買いかかったんですが、ホテルから10分も歩けば行けるのに、体が重くそこにも行けませんでした。おっとっと、つまらない話をしています。東京で面白かった話。とにかく外国人が多かった。浅草は歩いている人たちの8割くらいが外国人だったイメージです。とにかく多いので驚きました。渋谷ハチ公前では記念撮影用に行列をなしていました。それはいつまでも絶えることがありませんでした。沖縄の国際通り周辺には外国人がかなり多いと今まで思ってましたが、東京を観光する外国人と比較すると、東京には想像を絶する外国人が押し寄せていると思いました。あまり面白い話でもありませんでした。何日もホテルの部屋にいたので経験値が少なすぎて申し訳ないです。私が東京で過ごしたお話はここまでです。あとは残りの4日間はずっとホテルの部屋で横になっていました。次は来週の配信報告に移りたいと思います。8月19日月曜日、東京で風邪をひいて沖縄に戻り、その後どうなったかについて。2週間で体重が6キロ落ちました。こんなことってあるんでしょうか。私が感染したのはコロナかインフルエンザか。8月21日水曜日、うま市変なの湧き水と崖を切り取った切り通しの道を見学する動画となっています。8月23日金曜日、久々におっさん4人でランチしてきました。気の置けない仲間との食事は楽しいですね。そんな和やかな食事の雰囲気をお楽しみください。来週は以上の3点となります。来週も街歩き沖縄の動画をどうぞよろしくお願いします。